そうだね。ちょっと右に流れやすいから。はい。11番の433ヤードです。はい。バンカー狙いにします。バンカーまで180ヤードです。この日調子悪いですね。戻ってきた。よし、これは噂の日頃の行いです。都合のいいやつ。日頃の行いがいいから。あー、ちょっと後半やっぱ来てんな。疲れてきた。うん。そうだね。あとちょっと飛ばしたい気持ちが出ちゃってるのかもしれない。出ちゃってる。欲が出ちゃってる。そうそうそう、うん。飛ばなくていいやという気持ちで。惜しかったんだけどね、今。今、結構良かったよ、テイク。うん。頑張ります。うん。欲出さないようにしないとな。本当だね。私も、こう、ラウンド中に、やっぱ飛ばしたいと思うんだけど、うん、あ、いかんって。いかん。思って。ダメだ、ダメだ、と思ってやってる。いかん。いかん、いかんって。やっぱそうだよね。そう。はい。オッケー。いい。綺麗に打てました。おお。ナイス。いい。ねえ。めっちゃいい。おお、ナイス。大丈夫かな。オッケー。ナイスナイス。もういいじゃん。うん、当たってるし、やったナイス、やったですね。多分後半50ぐらいで回れるんじゃない。回りたい。ハーフベスト53だから。あ、そっか、いけるんじゃない。いけるようになりたい、うん、はい。ユーティリティいきます。はい。すごく苦手です。苦手。はい、アイアンと同じように打てば大丈夫だよ。そうだよね。うん、なんか苦手なんだよね。あ、そうなんだ。今までずっと使ってなくて。へー。おー、飛びすぎ。飛びすぎ。やばい。いや、大丈夫だと思う。ぴったしじゃない。今まで150だから多分大丈夫。ぴったりじゃん。おー、やった。多分めっちゃうまく当ててたよ。やった。一緒。アイアンのように打つ。うん、打ってた、打ってた。刻むね。はい。ピンまで120なんですけど、池手前で60ヤード、うん、あ、おやだ。あ、なんかこれも際どい。次際どいぞ。際どい。私は本当に私一番本当に。なんてことなの。かわいい。なんてことなの。8番で平気かな。8番でかいと思うけどね。そう。で、なんか見てきたとき、なんか保険を聞いた。はい。8番アイアンで。8番アイアンでね。いきますね。あ、そうだよね。オッケーオッケー。こういうことやね。仲間。仲間。刻む。あー、ダメだね。やっぱこういうの、打とうとしちゃうとダメだね。そうだね。仲間が刻みながら。まだ池じゃないから。私は刻まないで行こうと思ったけど、刻みました。私も絶対ポンって行くんだろうな。ね、って思うよね、理想はね。よし、しょうがない。ただね。オッケー。超えない。左見て、左。左？うん。超える、超える。起き上がんないように。おお、耐えて。ワンペナだって。で、あってからですか。うん。でれれれれれ。鼻から消える。ゲームオーバーっぽい。じゃあピーで軽めで打ちます。はい。不安になってきた。大丈夫大丈夫。そうだよね。大丈夫。で、ピーで軽く。ナイス。いいよ。振ったのがちょうどよかったかも。うん、ナイスオン。おお、助けられた。ダフリに。ナイスショット。やってます。はい。うん、結構距離ある。ね。
登ってるよ。今と同じくらいだよね。うん。お、ナイスタッチっぽい。あ、ナイス。オッケー。いいよ。あー、惜しい。オッケー。よし、いいでしょう。うん。耐えました。よかった、耐えた。うん。焦った。結構なんだろう、難しかったのかな、このホールはね。難しかったかね、うん、なんかね、ちょっと耐えた、ありがとうございます、うん、ここがベスト。いやいや、ナイスショー、完璧。いいね、危ない。オッケー、ナイス、ありがとうございます。あー、惜しいね。落ちてきてる。落ちてきてる。オッケー。惜しいね。オッケーです。打てそうなんだけどね、もうちょいね。でももうちょいいけそうだよね。うん、そう。なんかもったいないね。もったいない。でも当たってきてるもんね。うん、当たってきてるのに。すごい当たってきてる。うん。どうしたらいいもんか。純先生がいらっしゃいますから。今日は治んないかも。そうだ、ね、ちょ練習場行かないで、やっぱり、うん、そうだね、うん、サボないで練習しないで、うん、え、連れてんで、行こう行こう、じゃあ行こう行くときね、一緒にね、3人で行こう。あと、うん、さん励ましてくれたわ、ね、すごい勢いで励ますから。人のデビュー戦とかすごい好き。あ、優しいんだね。持ち上げもすごい、ね、優しいよね。あ、お二人はインスタグラムやってますか？やってます。概要欄に2人のインスタグラムを載せておきます。え、嬉しい、イエーイ、お願いします。ありがとうございます。あたさんはゴルフアカウントをね、最近作りました。最近作った。かお、うん、ちゃんはなんないです。かおちゃんはまあ普通のね、うん、全部一緒。可愛いよね、かおちゃんのインスタね。うん、可愛い、うん、ユーティリティ、ユーティリティ、OK。デジャブ？デジャブ。職人だからやっぱラフが好き。右側が好き。右側のラフ好き。攻めていきたいと思います。左向いてもよかったかもね。なんか右向いてたような気もしたけど、そのことなかった。本当？いや、前もって言えばよかった。どうだった？ちょっと私は画面見てたからそこまでちゃんと見れないね。ちょっと私も斜め左にいたからちょっと今ちょっと二人どうだった？常に左っていうわ、常に左。そうだね、言って、言ってほしい、うん、そうだね、うん、しかもまあ今の傾斜難しいしね、うん、8番アイアンで110ぐらいみたいです。はい、心配ですが。ナイス、うん、ちょっと、下がってるかな。あ、OKOK、 いいでしょう。よかった。いや、いいですよ、方向性もバッチリです。プロ、はい、これぐらい？そうそうそう。おー、いいじゃん。おー、いい。おー、かおちゃん、オッケーオッケー。ナイス。ナイス。ありがとうございます。ナイスじゃないんだけどな。ちゃいました。あ、やばい、超弱い。オッケー。オッケー。一応練習しよう。はい。もったいなかったよ。うん、パーです。ナイスパー。あー、ナイスパー。あー、バーディーパットだったのに。かっこいいな、それでも。あ、よい。おー。なんか強気の方がいいよ。お、いいね。すごい。うまい。すごい。うまい。すごくないですか。なんか。ショートパットうまいよね。うますぎる。私の今のショートしてるのやばかった。弱気すぎて。もうちょっと、うん、なんだろう、ボールがこう、うんうんうん、回転するイメージで打っていくと転がっていくから、うん、え、それってどう、もう真後ろに引いて出すってこと？いや、もうこうイメージだけ、ボールがこうイメージだっけ。そうそう、イメージだっけ、こう回転するように。あ、そうやるといいんだ。そうそうそう、さすが純先生。ちょっとやってみて。転がもっと転がりが良くなる。うんうん、ちょっと次やってみます。それでは2人のクラブセッティングを紹介していきたいと思います。はい、まず
アジャさん。はい、こちらです。ベスト91のアジャさんのクラブセッティングは、はい、テーラーメイド M4 です。 M4 のアイアン、アイアンを使ってて、でも少なくない？すごい少ないです。ていうかもう S とこれは全然使ってなくて、全部で本当に8本でもあってます。ドルフィン8、58? ドルフィンだけもうこれしか使わない。ダイアンは789PAS PA58 のみで、そう7番7番ウッドとドライバー初心者用、はい、で一応入ってるそのナイキが3番、3番でこれ使ってなくて、あとユーティリティがあった。ユーティリティこれも初心者用の、へクラブセッティング謎な感じ。なるほどね、はい、最近お下がりでもらいました。今話題のモンジー、うん、モンジーね。あ、そうなんだ、うん、今なんか結構持ってる人すごい、モンジーね、流行ってますね。クラブケースはラッセルノです。ラッセルノね、うん、すごい好きで、ウェアも結構持ってきてます、うん、なるほど、可愛いです。はい、はい、やってます。上り入れて130ヤード、ちょっと7番のアイアンで打とうかなと思ってます。はい、届かない前提で打ちます、うん。おお、届いてないね。手を開けて、はい、内緒、はい、よし近く行ってます。どうしよう、ドライバーで打とう。ドライバーで打とう。ドライバーできますか？なんかさ、これケースすごいね、ごついよね。ごついね、なんかごつい。ウェアとかほんまり系なのに。確かに、ピン左の方で打ってった方がいいかもね、うんうん、あとまたはクラブを持ち替えるかだな、うん、それでまっすぐ向いていいかも、うんうん、うん、そうだね、そうだね。おっ、変なとこ打った今、うんうんうん、手痛かった、うん、ね、大丈夫？でも結果内側に入ってったから、うん、なんか結果オーライな気がする、うん、あれ？ OK、痛かった、うん、ジーンってしてる。土打った土打ったこれさ、たまになる、やっぱ当たりどころが悪いからだよね、うん、あ、そうだね、そうだね。二人は好きなプロゴルファーとかいますか？いな、全然わかんない全然わかんないね、かおちゃんはね、ちょっとね。私はなんかたまたま共通の知り合いで知り合ったあの三浦桃子さん、桃子さん、うん、はい、がやっぱあのシーンこの間近くで見させてもらって、すごいかっこよくて、へー、憧れます。なんか身長も結構同じようなタッパしてるんで、うんうんうん、タッパしてるから、うん、そう、そう、すごいかっこいいなって。だって女の人で270ぐらいドライバー、そうなんだ、そんな飛ぶんだ、すごいなと思って、へー、いい感じでしたね。なるほど、A、奥行った、あ、ちょっと奥だけな、あ、うん、ラフで止まったか、ラフっていうかクラブで止まったかな、止まったと思われます、はい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 30ぐらいあるかな、どうなんだろう、そうね、30ぐらい、ちょっとカラーぐらいに落とすイメージで、うまい、うまい、止まっちゃうかも、止まらないわ、いや、大丈夫、大丈夫、うん、まあ、よく言うんだったらもうちょっとハンドファーストを、あ、こうか、そう、そのまま抜けるともうちょっと前飛んでいくんだよね、こうか、そう、そっか、よし、次はじゅんちゃんの言ってたイメージでいくと、これ、はい、あ、やばい、めっちゃ強く打っちゃった、でも止まりそうだよ、重いね、切れてこなかったですね、うん、まっすぐですよね、ボールの高回転でね、そうそうそう、イメージで、イメージで、そう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 、ほら、これからでしょ、おー、ほんとだ、おー、ほんとだOK、 ボギーです、ナイス、ナイス、何なのこれこれ何
この距離は。あのなんかスピードでなんかシュッて打つのって結構怖い感じするけど全然強気だよね。確かに強気かも。すごくない？それが良くない時もそうだねありますが、青先生。次はですね、かおちゃんのクラブセッティングの紹介です。はい、かおちゃんはゼクシオのセットなのかな、うん、セットじゃないんだけど、ゼクシオのいくつかのドライバーと、ちょっとめっちゃはみ出た。で4番ウッドでしょ。ドライバー4番ウッドで、アイアンもゼクシオで 789PSA ね。うん、でこれ初心者のキャロウェイのそのまま、これカバーその時の初心者一番初めに買ったやつで、はいはい、なるほどね。じゃあもうほんとシンプルなハーフセットって感じだね、うん、そうそうそう。これなんかお誕生日にみんなからもらったの。変えたよね。変えた。そう、去年ほら、去年だっけ、渋野さん流行ってた時にピンがお誕生日でくれ。あ、そうなんだ。そう、へえ。じゃあもう二人とも結構ハーフセットって感じだね。確かに、最低限いっぱいあるよね、ジュン。私はまあ一応12か13本って感じかな。重いしね。そう、重いから、いつも12本か13本しかやってない。12は一応あるんだ。今日ちょっと相棒つけてないから。あ、確かにそれいつもなんかつけてるじゃん、腰に。汚い。つけないと、ここに。洗濯させてました。本当だね、洗濯してあげよう、うん、はい、ありがとうございます。皆さんご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。バイバーイ。